こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでジャズメタルトランスな曲を作るというこのプロジェクト、現在エンディングに向かって1楽器ずつ入力していっております。で、今回はボイステクスチャーを入れます。こんなのですね。はいはいはい。これをどこにするか、 C にするんですけど、やっぱりこれと、え、けどほとんど動いてないですね。こっちにしましょうか。こっちで行ってみましょうか。はい、いきますよ。はい、ここを触って、ここね、はい。おっと、で、C だから、ここですよね、はい。あ、これも入れちゃいます？ 3 ついっちゃいます？あ、やめとこう。はい、これで、はい、ここペーストで、はい、ここペーストで、はい、ここペーストで、で、201もペーストでよくて、202は伸ばしましょう。はい、ペーストして伸ばしましょう。はい、3小節伸ばしましょう。はい、で205からなんですが、もうこれはね、もう簡単ですよ。もうこれでいいんすよ。本当にこれでいいんすよ。はい。はい。ここは8分。こっから8分音符。はい。もっと聞きやすくなった。はい。これで8分音符。はい。これはね、4分音符。はい。コピーしてポン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 、はい、これで2分音符、はい、これで合わせてコピーして、おっとっとっと、はい、ポン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 、はい、ここで全音符、はい、全音符きました。あれ、大丈夫、 OK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 、全音符よっしゃ、全音符全音符、はい、215から、あれ、ということは、あれ、なんか間違ってる、うん、うん、ええ205から始めていいんだよね。始まってるね。で214からにならないんだ。なんで2分音符、8分音符、あー、ここだ、ここが間違ってる。はい、ずらします。で、ここが足りない。はい、で最後行こう。最後この215を伸ばす。はい、これで OK です。これでシメリングボイステクチャーは終わりました。こっから先を考えなければなりません。はい、
こんな音出しちゃっていいの？みたいな感じですよね。はい。ねえ、どうしましょうね。これあんまりちゃんと整ってないんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。ここで初めて聞きますけど、このキメの部分、はい、どんな風に決まるの？ねえ、どんな風に決まってんの？かっこいい。このキラキラは鳴らないの？ちゃんと鳴ってるじゃん、鳴ってるじゃん、鳴ってるけど僕の頭に聞こえてないだけだ。じゃあいくよ。このハウリングライザーのもうちょっと上いく。あ、これどこしても一緒のやつだった。はい、じゃあいきますよ。ハウリングライザーを次は入れたいと思います。ハウリングレーザーとメクレーザーどっちも一気に入れます。はい、それで完成です。はい、そうですね、それで完成にしちゃいたいと思います。はい、こっからですね。はい、これで全部が完成です。となるとですよ。ここはいいんだ、ここ大丈夫、ここも大丈夫で、はい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 、ここですね。はい、お役ごめんです。あ、さようなら。どこまでさようならなの？まださようならじゃない。あ、ここだ。はい、ここでさようなら。はい、これも、はい、一回しか出てこない音、そういうのもありですよね。はい、次、これもです。はい、さよなら。はい、メクライザーは
ここまでですね。はい。で、これが、おっと。気をつけて。はい。こんな感じですね。はい。はい。じゃあ、これで、この後、SE を入れたいと思います。はい。今回の配信は以上となります。また、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。